今日午後、室蘭の国道のトンネルで合わせて車10台が関係する多重衝突事故があり、2人がけがをしました。事故があったのは室蘭市大沢町の国道36号線の三崎トンネルで、今日正午過ぎ、乗用車が壁に衝突したのをきっかけに後続車両が次々と突っ込み、合わせて10台が関係する事故になりました。この事故で最初に事故を起こした車を運転していた女性など2人がけがをしました。現場は片側2車線の直線で、当時路面は凍結していたということです。